ジャン君おはよう。ちょっと外が満たそうにしていたので少し開けてみました。昨日まで大雨が降っていましたが今日は晴れです。ちょっと晴れてる分だけですね、そこ開けっぱなしにしておくと熱気が。ジャン君、久しぶりの晴れ見たいのわかるけど暑くなっちゃうんですよ。ジャン君、気が済んだら閉めるからね。マオイママさんのお誕生日の動画をですね、今編集し終えたところです。今アップも済ませました。チャンネルジャンポンというチャンネルですねの方にアップしましたので、チャンネル登録をお願いしたいと思います。よろしく。面白くしたよ。なんかいただいてるんですね。はい、まあ、おいママもうすぐお誕生日なんだよ。君たち関係ないでって言ってます、うん、はいはい、ポンちゃん、今日は日曜日なので水曜日のお誕生日までに、もしアマゾンとかネットで頼まなきゃいけないものがあるなら頼んでおきましょう。または近所の可愛いものを売っているお店に買い物に行きましょう。明日でいいかな。明日がそうだね。まあね、あ、雨が降るかどうかをちょっと確認しないとね。うん、はい。ジャン君もポンちゃんも必死に食べていますが、きっと心の中ではお誕生日おめでとうって言っていると思いますが。かわいいです。ポンちゃん。ポンちゃん。でしたな。ずっと見られてます。めっちゃ見てだった。わーい、あくび。めっちゃ見とったね、ポンちゃん。ジャン君とポンちゃんと二人とも入れるね。いいね。葵ママの誕生日プレゼントを考えよう。ポンちゃん、どうですか？何がいいと思いますか？ポンちゃんが横で添い寝をしてくれる。最近しないんかい。暑いと思う。なんか冬はしてくれるんだけどね。ジャン君は？ジャン君はしてくれないで。あ、でも毎朝ね、横で甘えてくれます。朝にはね。朝の時はね、あのベタってくっついて寝てるっていうかね、うん。なでなでされてますよ。さあ、楽しい誕生パーティーにしようぜ。